たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいんです。それが僕の全てです。人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。あいつはお前のことが本当に好きだったんだぞ。お前もなんとか言えよ。仲間だったんだろ。狭い壁の中から出る。それが俺の夢だ。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。ここに突っ立っていたんだ。じきに飛んでくる岩を浴びるだけだ。心臓を捧げよう。神兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。いや、俺の結婚を邪魔した罪と正一君を返した罪もあったな。失っても生きていくしかないんです。どんなに打ちのめされようと。心より尊敬する親方様であるが理解できないお考えだ。全力で反対する。どん奴を倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。そうか、貴様は知らなかったんだな。俺様もなれるんだよ。もっともっと強くなっぞ。まだまだすんげえやつがいるかもしんねえ。敵てんのにこれ以上の場所はねえか。